埼玉、戸田市議選に当選したスーパークレイジー君、34、が19日、市役所で選挙管理委員会、選管から居住実態の聴取を受けた。疑惑の人扱いに、クレイジー君の怒りが爆発したかと思いきや、ぶち切れたのは、妻の方だった。先月の市議選で当選したクレイジー君は、今月15日付で、居住実態に疑問があると、市民から異議申し立てがあった。公職選挙法では立候補する自治体に3ヶ月以上の居住が立候補の条件で、クレイジー君の生活拠点は別にあったのではないかとの疑義が持たれているのだ。この日、選管による聴取の対象となったのは、クレイジー君と妻の2人。個別の聴取となり、選管委員長を含めた7人から、クレイジー君は生活サイクルや、自炊の有無などを尋ねられたという。クレイジー君は、選管の事務局長から当選後、今すぐ辞職すれば、あなたの株は上がる、裁判になると、相手は、巨大組織と宗教団体をちらつかせながらの辞職圧力があった、ことを暴露していた。この事務局長は18日付で異動となり、事実上の更迭処分となったが、ヒアリングでは、一切、選管から説明や謝罪などはなかったという。ただ、選管は落ち度があったせいか、配慮を知っていたように感じた、クレイジー君と質問されたり、高圧的な態度を取られることはなかったという。一方で、なぜ尋問されないといけないのか、と怒りの声を上げたのは、クレイジー君の妻だ。聴取の書類が届いたのは、前日の夕方5時。やむを得ない、事情以外は出頭してくださいとあって、その時間に無理ですと言っても、市役所はもう連絡つかない時間だろうし、警察じゃないのに出頭扱い。部屋に入ったら、嘘偽りがないことを宣誓してください、印鑑を押してくださいとかサインを迫られて、印鑑が必要とは書いてなかったし、と、冒頭からブチ切れ寸前だったという。辞職圧力の謝罪もなければ意味不明な質問ばかりしてくる。本当は最初にここに宗教絡みの人はいませんよね。いたら入りますと言おうと思っていた。威圧的な態度を取ったらすぐに帰りますよとは言いました。クレイジー君の妻。選管もクレイジー君以上の強烈なキャラ登場に度肝を抜かれたようだが、この日、夫妻への聴取は約2時間半に及び、一旦終了。今後は、証拠となる水道、電気、ガスなどの書類精査のほか、クレイジー君の友人への聴取もあるという。選管は30日以内に回答を出す予定としている。